市津幡の方幹事長根本良介、東京都15区衆院補選立候補しました。よろしくお願いします。はい、まずは僕の政策について、大きく分けて3つありますが、それを説明したいかなと思うんですけども、2つ目に関しては、今 YouTube でライブを回している関係で、詳しくは言えないという状況ですので、気になる方は、僕の、チャンネル津幡の YouTube 等を見てくださればと思います。はい、そしてですね、まず、1つ目の政策についてですけれども、年金制度改革をしていきたいということでございます。はい、皆様ね、年金、まあ、皆様ちゃんと払ってるかと思いますけれども、この先年金制度がどうなるのか、非常に不安かと思うんですね。保険料が非常に高い、そして年金の受給年齢が、65歳70歳に、なろうとしているという状況でございまして、年金本当にもらえるのかなと、保険料高いなと思っている方、非常に多くいらっしゃるかと思います。まあ、皆様が、そのように、不安に思っている通りですね、いや、おそらくそれ以上に今の日本の年金制度は、破綻しかかっております。具体的に言えばですね、まあ、これはある経済学者の、鈴木渉さんという方の試算でございますが、1965年生まれ以降の人は払った保険料に対してもらえる年金額が少ない、そういう計算があります。そしてこれはですね、若ければ若いほどこの年金、保険料の払い損の額というのは非常に大きくなっていきます。例えば僕は1994年生まれ世代でございますが、我々の世代はなんと、鈴木氏の試算によると払った保険料に対してもらえる年金の額というのは、マイナス2420万円であるという、計算がなされております。まあ、これ、まあ、年金、まあ、金融商品と言ってもいいかなと思うんですけども、誰がこんな金融商品買いますかね。元本割れどころかマイナス2420万円の金融商品なんて誰も買いませんよ。まあ、ただ厚生労働省はですね、94年生まれ世代の人たちでも払った保険料に対して、2倍から3倍の年金がもらえるよというふうに言ってるんですけれども、これは数字のからくりがありまして、まあ、簡単に説明すると、厚生労働省はですね、我々労働者が払った年金のうち、労使折半の部分、つまり会社が払っている分を計上してません。本来この会社が半分払っている部分もですね、労働者の負担なんです。本来であればその会社が負担している年金保険料は我々が給料としてもらえるものでありますので、そこを計上しなきゃいけないんですよ。でも厚労省は会社が払っている分の保険料は計上していないから、我々が納めている保険料の額を低く見積もっているんですね。まあ、こういう、まあ、東大とか出てるね、厚労省の官僚になった人たちはずる賢く国民を騙してミスリードして、国民、まあ、年金は大丈夫だというプロパガンダを打っているという現実がございます。これが今の年金制度の、現実なんですね。というので、この年金制度を破綻しかかっている年金制度を変えていくという、ことを訴えております。これね、まあ、今年金の現状としては、我々が納めている保険料をそのまま年金を受給している世代に横流しをしているわけですね。まあ、言ってしまえばこれネズミ講みたいなもんなんですよ。年金制度が始まった会社の人たちは結構得するんですけれども、少子高齢化で保険料を納める人はどんどん減ってるわけですから、後から年金制度に加入した人たちが損をする、これはネズミ講と全く同じ仕組みです。ネズミ講は違法ですよ。この違法なネズミ講のシステムを採用しているのが今の政府なんですよ。おかしいんですね。しかも保険料の徴収だけには飽き足らずですね、
それだけでは足りないから消費税を上げてそれを財源にしようとしているという状態です。破綻しかかってるんですね。ではじゃあどうすればいいのかということなんですけれども、まず、厚労省は政府ともにですね、年金制度がやばいということをまず、公表していただき、認めて何とかする方向に舵を取る。じゃあ何とかするにはどうすればいいのか、まあ、いろんな経済学者の方が、案を出しておりますけれども、まあ、代表的なものを2つ、紹介するとですね、積み立て方式に移行するということですね。積み立て方式に移行すれば納めた保険料がそのままストックされまして、自分の老後になったら年金が受給できるという状態ですので、少子高齢化の影響を受けません。でストックした分は、積み立てておいて運用に回して、まあ、利回りを得るという形が、まず一つあります。まあ、インフレに弱いとかそういう指摘がありますけれども、それも、対策がありますので、詳しくはチャンネル黒田の YouTube を見てくださればと思います。そして2つ目はですね、年金制度を脱退したい人は脱退していいというふうにするということですね。まあ、脱退した分ですね、もらえる年金の額は少なくなりますけれども、本当はネズミ講の本日給付みたいなことをやってる金融商品よりも、もう今ね、投資ブームですけど、S&P とかそっち買った方がいいよという方はそっちを、運用していただく、私的年金に移行していただく、そういう選択肢を用意するということでございます。大きく分けて、年金制度を改革するにはこの2つが挙げられるかなと、思います。はい、以上が年金制度についてですけども、2つ目ですね、これはちょっと YouTube では言えない内容なんですね。まあ、触りだけ言っておくとですね、最近、まあ、2021年からですが、日本はですね、戦後最多の死者数を毎年のように更新しております。2021年は2020年と比べてですね、約7万人多く人が死んでいて、2022年は2020年と比べると、約19万人多く人が死んでおります。つまり2022年末までに2020年と比べるとですね、超過死亡者数が26万人いるということなんですね。これ何が原因なのかと。ちなみにコロナによる死者数は 5.5 万人です。そして、今高齢化ですので、高齢者の方が非常に増えている関係でですね、まあ、高齢者の方が寿命を迎えられて亡くなられるということで、毎年毎年高齢化によって死者数の、死者の増加数というのは、まあ、1万人から3万人ぐらいのレンジで増えています。まあ、1年につき3万人多く死んだとしても2年間で6万人なわけですよ。つまり高齢化による死者数の増加数は2年間で6万、コロナによる死者数が 5.5 万、合計 11.5 万人です。でも26万人死んでるんですよ。残りの 14.5 万人はこれ何で死んでるんですかという話なんです。2021年から始まったあるものにより 14.5 万人が少なく見積もっても亡くなったということなんです。これが何なのかは YouTube では言いません。気になる方は、僕の Twitter だったりチャンネル登録を見てください。そしてこの 14.5 万人、何らかの理由で死んでいる、この責任を追及します。徹底的に、まあ、某大臣、某省庁ありますけれども、関係者、そこと追及していきます。まあ、もうすでに追及してるんですけれども、まあ、そこも詳しくは見てください。まあ、これ以上はちょっと言えません。はい、次に3つ目ですけれども、カルト宗教、統一教会とか、創価学会といったですね、反日カルト宗教が政権与党の裏側にいる、これ非常に問題です。ただ一番の問題かと思います。先ほど申し上げた、年金の問題も、超過死亡の問題もですね、結局はここに起因するわけです。これが根本的な問題なんです。反日カルト宗教が政権与党の裏にいる、これが全ての元凶なんですね。創価学会は公明党を運営している、これは皆さん周知の事実でございます。統一教会が自民党の裏にいるのもテレビで散々報道されました。統一教会は報道されましたが、創価学会については全くテレビでは報道されていません。まあ、メディア関係者たくさんいらっしゃるんで、まあ、創価学会のことについては、まあ、ここに新聞社の方たくさんいらっしゃいますが、絶対書けないですよね。まあ、僕以前も
創価学会に問題について、この報道陣の前で言いましたけれども、誰も創価学会について書いてませんでした。はい、1つ目年金制度の問題と2つ目の問題については取り上げてくれた新聞社ありましたが、この創価学会、カルト宗教については全く取り上げてくれないんですよ。これが現実なんですよ。守られてるんですよ、このカルト宗教というのは。これが問題であると。はい、統一教会があんまり報道されましたけども、創価学会だってもっと上手ないことしてますからね。被害額で言ったら創価学会の方が全然上ですから。創価学会は信者のみんなのお布施で、お布施を溜め込んで、なんと資産が30兆円もあると言われております。半端じゃないわけですよ。しかも彼らは集団ストーカーといって、脱会した人だったりとか、創価学会と敵対している組織の人間に対して嫌がらせをする、付きまといをする。例えば家の前に動物の死骸を置いたりとか、支援者を破壊したりとか、そういう軽犯罪を徹底的に繰り返してですね、嫌がらせをして精神的に参らせる、最終的には、自ら命を絶たれてしまう人もいる、そういう被害者、被害を受けている方がたくさんいます。翼の党の、支持者の中にはこの集団ストーカーの被害を受けておられる方が非常にたくさんおります。これには証拠がありまして、例えば間違いないでおなじみの、永井秀勝さんいますけども、彼もともと創価学会の人間ですが、自分は集団ストーカーに加担したことがあると、しっかり表現、証言しております。その証拠があるんですよ。被害妄想だとか言って片付けられてしまうんですけど、学会員の人間が集団ストーカーはあると言ってます。そしてこんな嫌がらせをする集団ストーカーをするカルト宗教が政権与党の裏にいるんですよ。ありえますか。そんな日本良くなるわけないじゃないですか、どう考えても。これが日本の根本的な問題なわけです。これを変えていくと、大きく分けてこの3つでございます。はい、以上が政策についての話なんですけども、この先、12日間ありますかね。どのように、選挙を戦っていくかをですね、皆様に、ここでちょっと宣言しておきたいんですけれども、僕も、2回選挙を経験したことがあります。衆議院選挙みたいな国政選挙をね、こんなに大きな選挙は初めてなんですけれども、選挙を、経験した身として、正直なところを言うと、誰も聞いてないわけですよ、こんなの。街頭で喋ったって誰も聞いてない、正直聞いてない、これが現実です。投票率も低い、日本人は政治に関心がないんです。正直世界的に見てもまだまだ日本は平和ですから、まだ政治にね、興味を持つ段階ではないというか、本当に南米の国とかなんてもうギャングが街を仕切ってるみたいな感じですから、もう政治に頼らざるを得ない、そこまで日本は、治安が悪くなったりしてないので、政治に興味がないのは、しょうがないかなと思うんですけども、とにかくこんなん誰も聞いてないわけです。でもこのまま政治を放っといたらやばいと、政権与党の裏にハルトがいると、これをしっかり皆さんに周知しなければいけない、それが今の我々の役割だと思ってます。だからどうすれば皆さんに知っていただけるかということに焦点を当てて、この12日間活動していきますけれども、正直他の候補者、話になりません、ね、はい、もう全ての候補者にですね、ここがダメだよねと、あんたたち綺麗事言ってるけど実はこうだよねというのがたくさんあります。維新の会、立憲民主党、参政党、日本保守党、あるところだ、その辺ですかね。国政政党は全てに問題があります。あとは都民ファとかから推薦受けてる乙武さんもそうですけれども、全てに問題があります。その問題をですね、しっかり追及する、そしてそれを、YouTube とかで流して、あとはこういう報道陣の方に、拡散してもらう、こういう狙いでやってまいりますので、とにかく、他陣営の方たちに、しっかり、責任を追及していくということをやっていきます。はい、カルト宗教が裏にいる政権与党を追及するとか年金問題を追及するということを訴えてますので、まずその選挙でしっかり悪人に対する追及をしていくという姿勢を見せれたらなということでいきます。正直ね、人間、なんていうか、この争いとか、どんちゃん騒ぎとか、こうなんか喧嘩してるぞみたいなのを見るとですね、やっぱり注目するんですよ。メディアの方たちはご存知かと思いますが、こういう対立関係とかもね、
る限りしてほしいという気持ちで、やっております、別に他陣営に何かイチャモンつけるっていうか単にムカつけたらやるとかじゃないんですよ。戦略なんですよ。知ってもらうためにやるんですよ、まあ、もちろんいろんな自分の政策をしっかり訴えろとか自分の政策で勝負しろよみたいなこと言う人いるんですけど、それじゃ伝わらないんですよ。聞いてないんですよ、そんなの。だから聞いてもらうための工夫をしなければならないと、そういう、気持ちでやっておりますので、そのような発展でいかせていただきますので、ぜひとも皆様、まあ、いろんな陣営とバチバチやることになると思うんで、しっかり取り上げてくださればと思います。はい、ここからは以上になります。